ナイスショー。池田さんがチーム戦のスクランブルの時より振ってる気がする。すごい。こんなんある。はい、4番ホール319ヤードパー4です。さあ、トータル2打差。頑張りた。だいぶ追いつかれた。いやー、ちょっとこれ。ちょっとこっからまたちょっと頑張りたいですね。さっきからちょっとあれなんで伸びない我慢。天ぷら。あ、でもいい。うえー。よいしょ。あ、ありがとうございます。皆さんマジ本気じゃないですか。なかなか見えへんラウンド。打った後のなんか仕草がちょっと試合ばりなこう佇まいになってきてる。本気ですよ。やばい。お願いします。あ、右でもオッケーオッケー。お願いします。すごいな。池田さんのあれめっちゃ飛んでると思うんですよ。怒りのティーショットみたいな。はい。怒りの。バキーンって。あ、ここ僕ある。あれは？あれが僕だと思います。これね、悩ましいとこですね。でも僕がセカンドを乗せた方が確実にいいですね。うわー、すげえ、ナイスナイス。なんだ。噛み合ってますね。噛み合ってきたね。あ、右に行った、ごめんなさい。でも、いや。あ、乗ってる。あ、よかった、でも。いや、でも、見てください、これ。最長のところに乗ってます。最長。これは何。これ波打ってる。これは難しい。なんだこれ。池田さんのこれは難しい。これ寄ったらすごいと思いますよ。波打ってますね。波打ってますよ。で、この波がもうなんか目では分かんないですね。なんかお尻みたいですよね。ケツですよね。ここを打たなあかんみたいな。ね、よし、じゃあ行きます。はい。いや、でもナイス。いや、ナイスです。距離はあってですけどね、結構持ってかれましたね。まあ、上りは結構強いと思います。しっかりしてるんで、できるだけ打った方がいいと思います。これでも。全然ちゃうとこ打った。やっぱそうですよね、左ありますよね。こっち来えへんかった。でも全体的にこっちになってますね。なってますよね。この傾斜はこうなんですけど。そうやのにこうなってるくせになんかちゃいますよね。そうそう、ちょっとこれ。だからもうこういう時はなんかまっすぐですね。そういうこと。ここを頑張って打つしかないんですよね。ということは。うわー。今いけたなー。入ったと思った。だからほんま池田さんはここを狙いでしたね。惜しい。いや、入ったのに。ちゃんと腕出てん。いや、今いいパットだった。いいパットだった。ありがとうございます。すみません。あーって言っちゃいましたね。縁とか。やべ、狙っていかんとあかん。これ難しいなこれ。わ、ほんまや。これはちょっと距離だけ合わせて。うまい。すげえ。これは嬉しい。うわ、ナイスです。すごい。見せた。バッチリ。バッチリでしたね今。今のは嬉しい。打った瞬間ちょっと左すぎんのかな思ったんですよ。ほんなんスーで出したね。スーン。はい、このホール。はい。私たちがパー。で。大輔さんたちがボギーということで、トータルが3アップとか3打差に開きましたと。はい、開きました。いや上手、今のは。今のは。いや、しょうがないですね。しょうがないです。今のはしょうがないです。はい、5番ホールパー4、291ヤード。はい。気持ちがいいホールですなこれ。これはもう本当にこのグリーンとグリーンの間の方にしっかり。でもさっき移動してた時にこういうところこそしっかり振るっておっしゃってました。そうだ。ぬるくなったらあかんってことですよね。そうですよ。引き締めて。ああ、上なかった。でも。よいしょ。うわ、ええとこ。ええとこでしたね、ナイスショット。ありがとうございます。ああ、右やけどな。でもいい感じなんだけどな。すいません。木田さん、これ本当に乗るかもしれないですよ。僕で結構花道ぐらいです。本当ですか。いや、力んじゃいますね、じゃあ。ないしょー。ちょっと捕まってるか。もっと右。左だ。でも相当飛んでる。飛んでますね。バケモンやる。いや、すげえな。おもろいね。おもろい。池田さんがチーム戦のスクランブルの時より振ってる気がする。あ、振ってますね。振ってる。見て。このクラブ1、2、3、4、5本ぐらいのフェアウェイのど真ん中に止めてる。これですよ、フェアウェイ。これはそうですね。この間に真ん中ちょっと気持ちいいですね。多分池田さんのこの傾斜に当たって、多分こう戻ってきた。登りきらないでこういう。ピッチングでふわーっと持っていこうかな。もうなんか欲の消し所ですね。欲の消し所。そう、欲の消し所。これあんまりもう考えないでピッチングでふわっと寄せますわ。あ、食われた。おお、でもナイス。でも上手、ナイス。ナイス。よし。なんか。ジローさん、本当にアプローチがうまい。いやいやいや、でも今のもまぐれですよ。いや、でもこの4番もそうですし、9番もさっきのピッチングですよね。ピッチング。いやね、この番手でこのアプローチの技術をちょっとレッスンしてほしいです。本当に。いやいやいや、そんなことない。でも大塚さん、キャリーでこの辺までは打って大丈夫です。はい。でかいですね。ああ、ちょっとバンカーちょっと大きかった。ちょっと大きかった。バンカー入った。だからでかいねんって悲しなるわ。いや、こ次こんなもんでへこんでられへんねんって。まあ入るんちゃう。ありがとうございます。狙ってましたね、池田さん。今のは狙ってたと思う。惜しかったっすね。惜しかったー。よし、これをやっぱりお返しに入れな、はい、ですね。頑張ります、はい、それ見たら俺もちゃんとこのバーディーパットを狙わなきゃいけないな。狙ってください。うわー、上手。全然切れなかった。切れませんでしたね。切れなかったですね。上手。うわ、ごめんなさい、千代さん。微妙。大丈夫ですよ。あ、楽しい。なんか自分でやったらこんな集中しないですよね、パッと。確かに。なんだろう、バトンをやっぱつながってるから、もらってるからっていう。面白いですね、このゲーム。よっしゃー。ありがとうございます。素晴らしい。出た。出た。出た。ありがとうございます。ちょっと左に。そうですね。カップ内でいいと思うんですけど、ちょっと左側で。うわ、切れた。弱かった。ちょっと開いちゃった。開いちゃったね。はい。オッケー、オッケー、ナイス。ナイス。今の場で。こちらがはいボギーですね。ボギー、我々がボギーで大輔さんチームが、パーということで、はい、はい、なんと2打差。また2打差になっちゃいました。ナイス大輔君。いや、なんかよく出すとダメだな。いよいよ来ましたね。いやでもやっぱり、はい、僕が寄せといたらいけてたんですけど、それをやっぱバンカーに入れてたじゃないですか、うん、そっからの池田さんのあのリカバーもう入れたらってマジでしたよね。マジではい、6番ホールパー4、358ヤード。これはもうバンカー越えですかね。この場合やとそうか、こう狙ってでこうやってみよう。失敗してみよう。ああ惜しい。でもいい感じだと思います。惜しい、惜しい、紙一重。うわ、ナイスショット。あれはすげえとこ。どこ行くんですか。乗ったんちゃうかなっていうぐらい。お、ナイス。ナイスショット。ちょ右曲がっていくな。でもいいとこですよ、右は。うん、ナイスです。くわー、曲がらなかった。悪くはない。はい、ナイスショット。ナイスショット。どこですか今日野さんのは。僕のがもう見えないところだと思うんですけど、そのフェアウェイの段の向こう側だと思います。あ、日野さんここどうですか二郎さん。僕行きますわ。はい。これ恩返ししたいよね。うお、めっちゃ飛んでる。飛びすぎだよ。ああ、右打ってもだ。このチャンスを生かしたい。お、短いか。ゴー。乗った。ナイス。すみません、ありがとうございます。二郎さんお願いします。あと。やばい、とどめ刺されてる。今二郎さんがあっち行った瞬間に俺チャンスって言ってました。いや緊張する、こんなんおもろ。難しいな、また。じわじわと追いつかれてきてですね。すごいプレッシャー。46、58でいきます。うわ上手。うわ入る。すげえ。ナイス。緊張した。強い。これです。強い。これ。大塚さんこれ下ってますかね。下ってますよね。これなんか下ってますし、スライスですよね。はい。打ちすぎるとな、また行っちゃうし。うわうまい。来い。うわすごい。こんなんある。もうこれちょっと言っておきますね。惜しいな。すげえ。ありがとうございます。ナイスです。すごない。あれは一転がりなんかと。うわ、嘘やん。もったい、そこを頑張りましょう。やってください。切れた。オッケー。はい、ナイスボギー。ボギーですね。ボギーということで。はい、我々がボギー、大輔さんチームがパーということで1打差。いや追い込まれた。やばい。でもやばい。やっぱあそこからの寄せね。すごいっすよね。いやもうすごい。池田さんのもでもほんまあとしところがりやね。1転がったら入ってましたね。もう面白いっすね。なんかそういうのが見えるっておもろいっすね。これ。